はい、12月2日朝5時の相場解説になります。まあ FX もね、長いことやってますとなかなかね、飽きが来るというか、やめちゃう方もいると思うんですけども、どうですかね。まだこの動画見てくださってますか？私はもう丸3年やってますけども、毎日毎日やっぱ FX ね、心してやらないとダメですね。ということでね、このマンスリー、月足の方を見ていきましょうか。月足を見るに、こういうところが見えると思うんですけども、いかがでしょうか。この辺だけをね、ちっちゃくクローズアップすると、後でやりますけども、こういうふうに、なってるところがあると思うんですよね。で、こういうふうにいってるというところですね。ここに触れたら上がるんだよ、みたいなところがあったと思うんですよ。それとですね、これ、大きく線を2本引いてますけども、この線に沿って推移しているときに、まあブレイクする瞬間がぼちぼち来るんではないかなっていうのがマンスリーです。まあいずれにしても1年っていうのはね、長いようで、たったこれだけですからね。では次の、ウィークリーじゃないよね。ウィークリー、週足か。週足を見てみましょう。W みたいなところっていうのはね、これです。こういう風に線を引いてますね。で、ここの線に触れたら跳ね返って上に上がるっていうところです。まあ、ここですよね。こういう風になっているところと、あとは大きく、こういう風な線も引いてましたね。この線はちょっとこう破綻したわけですけども、ただこれからですね、この線が、こっちの方に向かうのかなと思いつつ、これに抑えられて、一旦下がってこういう風になることも見えていくかなってことですね。はい、それでは最近の相場解説であるデイリーですね。デイリーを見ていると、だから全体的にはこういう風になって、こういう風になってっていうところが、もう何回もやったところですね。ここが変わるきっかけになってるよってところ。で、結局ですね、ギザギザしながら、ずっと買いで取れていたんではないかなっていうのが最近の解説だったんですけども、これからはどうでしょうか。まあこれからもね、買いで取っていけると思うんですけども、こうですね。まあ、ズバーっといって、これがだから例のあれですよ。なんかヘッド&ショルダーに見えたやつ。でも、結局は、ここをね、超えていってしまったと。あとはこれがね、上に上がるだけではないかなと、見てますけどね。で、1時間。まあ、綺麗な右肩上がりですね。まあ、ですんで、先週は買いでずっと取っていっていただいたわけなんですけども、今後はですね、ここをどう超えるかになってくるんですよね、ここ。まあ、声かけたんですけども、まあ、いまいち横ばいということです。こちらの力点に合わせて、こちらが上昇していって、まあ、買いのモードがまだ続くかなっていうところですけどね。今週もだから買いで取っていくっていうことです。まあ、ちょっと解説、いまいちね、付けがたいところはあったんですけども、まあ、全体的に見て、まだ買いでいいんではないかなと思います。では今週もね、買いをちょっと立てていくかなと、今月も買いで立てていって、109円から110円の方へ向かっていくんではないかなってところですね。あとなんかありますかね。はい。まあ、買いですね。買いで取っていく戦略です。引き続き買いで取っていきましょう。